心はゆるっと、しつけはシャキッと、しつけ大好き、山宮ひろこです。こんにちは。今日はね、これ、野の長ジパン着てるんですよ。夏の着物、夏の着物の着付け、どんなこと注意したらいいの？っていうのを、皆さんと考察していきます。それでは、いっちゃうよ！長襦袢の着付け、今日は色無地を着せていこうと思うんですけど、どの色無地ね、これ私の私物なんでちょっと短い着物がね、こうあと短いんです。短い着物なんですけど、私150センチ身長がないのでね、こんな着物なんですけど、丈がこんなね、ちょっと短いですが、そして色無地の色です。どこが違うかっていうと、まあ、仕立てが一重という裏がない仕立ての仕方をしているわけですね。で、ろという、まあ、これは染めなんですが、染めの着物です。ろは特徴としては、このようにですね、横しましましまがあるわけですよ。横しましましまがあって、なんとなく透けている。でも、この着物やこの長襦袢は、意識当てと言って、この腰からのところね、この辺は二重に合わせ、後ろのところだけ合わせにしてあります。長襦袢もそうです。でも、これがないものもあります。長襦袢で、ちょっとこっち見てて。この長襦袢、化繊の長襦袢。今、洗える着物とかそういうの、ちょっとこう、便利ですよね。これは洗えるタイプの長襦袢。で、化繊です。なので、そういったものだと、化繊の廉価バージョンだから、全然裏がこうついていない、スケスケバージョンもあります。そういったことはどこを注意していくかっていうと、まあ、中の見えないところも折ったり、しまったりするとき、そこもきちんときれいに畳んでおかないと見えちゃうぞ、ということなんですよ。なので、襟を乗せて、真ん中合わせて、ちょっと振り袖よりは控えめな襟抜きにしてますよ。このようにこうやってしてあげて、腰紐ももちろんしていくんですが、補正の段階からもう外にデコボコ響くことのないようにつるっとさせて補正をしていく。これ大事ですね。で、タックを取ったりして、背縫いが曲がらないようにしたいのも山々なんですが、そればかりでなく、もしゃもしゃといろいろ中に畳んだものが、こう、もこもこしない。すぐ響いてしまうよ、というところを注意して、防いでいってみましょう。通りちゃんはナイスバディで、これ私、小柄な私の着物なので身幅がいっぱいって感じかな。着物コブなんかも合わせの着物よりはゆっと響きやすいです。このように腰紐を締める。そうしたとき、この下側の下前をゆーっと上げすぎてしまうと、ここにシワがつったりするので、それも注意をする。すごく響きやすいと思いますよ。そして、後ろは、この腰の部分は、だけは合わせになって、お尻がね、つけちゃわないようにっていう配慮ですよね。なので、こういったところ、ずっと合わせの着物よりは響きやすいので、いろんなところが響いてこないように、肌着の付け方からちょっと工夫をしてあげておく
必要がありますね。こういうところも、こう、裾よけがね、ちょっと響いてるんだと思いますよ。だからそういうところが響かないように、裾よけのシワもきれいに取ってあげとかないと、ちょっと嫌な感じになってくるので、そんなことも注意しましょう。合わせの着物よりも、ずっとそういったところは細かい配慮が必要だと思います。一番気になるのはきっとおはしょりの処理だと思うんですね。おはしょりの処理が気になるかっていうと、ここ厚ぼったいじゃないですか。なので、厚みがもしゃもしゃ出てこないように。で、私はこういう薄物の時は、おはしょりは二重にしっかり落とすということにしてるので、ここで抱き幅をしっかりとって、下をきちんと下まで、下前を、裾までね、このおはしょりの裾まで下げていますよ。ちゃんと2枚でできるようにしてるわけです。涼しげな襟合わせを意識して、もうこの時点で下前が、ちゃんと下まで落ちている。それを気にしてくださいね。で胸タックじゃなくていいんでね、脇タックで取ろうと思ってるから、そんなに中まで入れなくていいです。で、中にはこう、身幅がね、ちょっと足りないと、タックは取らない方がいい場合もあるので、それは臨機応変ですよ。まず、おはしょりを作り始めるとき、綺麗に全部落としてから、真ん中を中上げの縫い目を目安にして、それが床に平行になるように上げます。そして、お太鼓の場合真ん中にタック取ってもらって構わないです。おはしょり見えなくなりますから。そして、止めておきます。そうしたら、おはしょり、二枚全部内側をきれいに落としてもらって、下前側ですね、きれいに落としておきますよ。全部落として、この中側も紐のすぐ上からきれいに全部落としておきます。そして横から持ってきた長さを調整している同じように長さ調整していきましょう。まだダブつきがあるようだったら後ろに持って行ってしまって構いませんよ。脇が脇縫いであるところに収まるようにして持って行って、で向こう側まで手で持って行っています。こうすることによって、下前と上前を同じようにしようと思っています。下前はこの折った時点のここを通っています。そこに上前を貼り付かせてあげます。下前の一番の裾のところに持っていって、おはしょりの線を決めています。そうしたらここで布目があったところで紐で留めてあげましょう。後ろの線縫いにタックがあるのはそのままでいいですよ。こうして下を三角上げにしたりせずに、下前をぴったりと上前と合わせておはしょりを作ってしまいます。そうすることによって、このおはしょり部分がこのようになります。後ろは真ん中でタックを取って、おはしょりは見えませんから、
それよりも脇で綺麗になるように脇の処理をしてあげましょう。脇縫いがそのまままっすぐ上がっていくような処理をしてあげて、おはしょりを整えて、横から見える部分などが綺麗になるように整えてあげます。そして前から縦締めをして、目立つことのないところで締めてあげて絡げます。コブにする必要はないので、絡げてしまってあげておけばいいと思います。こんな風にして、おはしょり部分が2枚重なっています。1枚のおはしょりにする三角編みなどは中でしてないんですよ。こうすることによって、おはしょりが薄くならないですし、ふっくらとした感じに仕上がっています。こんなこともしたいので、この部分の補正は、凸凹にならないように注意してあげましょう。さあ今日は薄物の炉の着物。炉の着物についてお話ししていきました。炉の着物を着せるときに、おはしょりの処理は二重にしています。そうすることによって、中でこう上げていった斜めの線とかが見えないようにしているんです。太鼓の場合は、後ろは真ん中でタックを取って構いませんよ。太鼓のおはしょりは見えないというわけです。このようにして、補正もできるだけ少なめにして涼しげに着せてあげましょう。夏の着物、これで安心ですね。やってみてください。さあ今日は皆さんと夏の炉の着物のおはしょりの処理やってみました。どうだったでしょうか？参考になりましたか？ぜひ涼しげにさらっと、もこもこしない着付けを心がけて夏のお着物お着付けして差し上げましょう。ではこの辺で皆さんに例のあれです。暑いから元気注入しちゃいますよ。いくよ。